こんにちは、みスろです。今回はですね、えー、人生が変わるトレード日記の書き方、えー、についてお話をしていきたいと思います。で過去に何回か、まあ、トレード日記の話はしたことがあるんですけども、もう一回改めてですね、そのトレード日記っていうのは何を書くのか、えー、どうしたらその効果がちゃんと出るのかについて、えー、おさらいをしていきたいと。で、えー ちゃんとトレード日記をですね、書けるようになると、もう本当それはトレードだけでなく、自分の人生そのものがもう変わっていくっていうですね、それだけ実は大きな効力っていうか力がトレード日記には、えー、あるんですね。でもちろんそれはなぜかっていうと、当然トレードと人生っていうのは切っても切り離せないものだからですね、自分自身の人生そのもの、これまでの生きてきた、まあ、まあ、生き方とか、自分の考え方、価値観っていうのが全部 相場に移るからなんですよ。相場っていうのは鏡みたいなものなので、自分の状態とか感情とか考え方、価値観、視点、フィルター、全部それが相場に移って、えー、フィードバック、反射するような感じですね。だからそれは当然トレードはトレードっていうふうに切って、切り離せないもの、えー、なので、えー、自分自身の相場に対する向き合い方っていうものは変わっていた。当然それはそのトレード以外のところにも反映されていって、 人生全,般が全体が変わっってていくってことになるんですねでまずですね、えー、じゃあそもそもじゃあトレード日記云々の前にそのトレードではその、まあ、勝てる人っていうのがいるわけですねでその反対側にはなかなか、えー、勝てるようにならない、えー、人っていうのがいるんですじゃあその決定的な違いっていうのはまず何かっていうと岐路、えー、に立った選択肢を選ばなきゃいけなくなった時ですねその A の道を行くのか B の道を行くのかこうまずこう 道があってここまでは勝,つ勝ってる人も、あの、負けてしまう人も同じなんですって、どこかのタイミングで、その選択肢を選ばなきゃいけないタイミングが来ますね。で、じゃあ、A を選ぶんですかじゃあ、B を選ぶんですかどっちを選ぶんですかってなった時に、ここが運命の分かれ道になるんですね。じゃ例えばじゃあ、相場がいきなりバーンと跳ね上がったとします。ものすごいなんか勢いで上がっていった。ってなった時に、じゃあ、勝てる。 トレーダーも勝てないトレーダーもそれを見たときに両方を、あ、なんかちょっとこれ強いな、ちょっと今乗っときたいなっていう衝動を感じたとします、自分の中に。これはどっちもです。勝ってる人も勝ってない人も同じような感情になった、気持ちになった。でも、じゃあ、勝ってるトレーダーは、勝ち続けてるトレーダーの人は、そこで飛び乗らない、あ飛び乗りたいと一瞬思ったけど、でもここで飛び乗るのはちょっと危ないなっていう、 選択、これ A だとします。を選んだ。でも B の、その、まあ B というか、勝ち、なかなか勝てないトレーダーは反射的に、もう衝動のまま飛び乗るっていう選択を選んだ。それが B だったとしますね。もうここで、あの、運命が、まあ、分かれるわけですね。A を選んだ方は、今度はまた、えー、チャンスを待つっていう、えー、ちょっと分かりやすくしましょうか。まあ、A を選んで、また B を選んで。 そしたら、今度は A から今度はまた分岐して、熱が冷める、その加熱感が冷めるまで待つっていう選択をしたことによって、ちゃんと押し目を例えば拾えて、流れに乗ることができた。で、最終的にその勝つっていうトレードで勝つっていうことですね。で、B を選んだ人、飛び乗ってしまった人は、そこから急に反落をして、含み損になって負けてしまうというような結果になったっていう。これはまあ、非常にシンプルな、 例えですけども、えっ、ー、と、こうやって、実はその、A と B に分岐した後に、その B を選んだ、その負け続けてしまうトレーダーですね。B を選んだ人、そこからさらに、一回ミスった選択、その後、さらに選択をミスっていくっていうことなんですね。で、そうやって選択をミスればミスるほど、その後の軌道修正,軌道修正っていうのがどんどん難しくなっていくんですよ。最初の段階ではまだ挽回可能です。例えば、 飛び乗りました。あ、でもやっぱりこれ違うなと思ったらそこですぐにまた飛び降りるっていうことができるそしたらその B を選んでしまったとしてもまた軌道修正して正しい選択 A を選び直すことができるあ、やっぱここは待とうって言ってちょっと待つっていうことができるわけですねでも B を選んであ飛び乗っちゃったなんか違う気がするけどいいやもうそのまま行っちゃえっていうふうに自分の選択を 修正できなかった場合。で、さらに、その、もういいや、なんか違う気がするけど、言っちゃえ。で、その間違った判断のもと、また、じゃあ今度は、えっ、ー、と、あ、飛び乗って落ちてきちゃったな。やばいな、含み損だな。ちょっと難品しよう。そこで違う、また間違った選択を選んで、よりドつボにはまっていって、えー、どん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 こんがらかった糸みたいになっていくってことですね。これが、負け続けてしまう人の、まあ、パターンなんですね。ということは、 何かっていうとその最初の段階でもちろん正しい選択を選ぶっていうことももちろんそうなんですけども、間違った選択を選びそうになった時にそこですぐに修正できるかどうかなんですねあこれ違う正しいを選ばないとっていうふうにすぐにずれた軌道を修正できるかどうかっていうのがまあ勝ち続けることができる人が実はやってることだったりするんですよ 毎回毎回もちろんね、その正しい選択を選べるわけでもない。でも、間違った選択を選んだときにすぐにブレを戻すってことが重要になってくるわけですね。でもちろんこういった話をしたときにですね、いや、そんなこと言われても分かってるよっていうことをですね、やっぱり思う方もいると思うんですね。いや、分かってても、でも、新しい選択肢を選べないんだと。頭ではどっちが正しいかは分かってる。飛び乗りたいっていう衝動が出てきたときに、いや、待って、 ここ飛び乗っちゃいけない、待たなきゃいけない、分かってても飛び乗ってしまう。で、ああ、なんでやってしまったんだろう。でそうやって、毎回同じ失敗をしてしまうということになるんですね。ここはやっぱり、あの、なかなか勝てない人は、多くの人がこう悩む、あの、ポイントだったり、えー、するんですね。で、じゃあ、それはなんで起きてしまうのかっていうことなんですよ。なんでそういうことが起きてしまうのか。で、これはですね、ああ、全然難しい話ではなくて、やっぱり、えー、過去からの自分の、その、過去の自分の積み重ねですよね。 自分がこれまでしてきた選択、自分が採用している価値観であるとか、視点といったものが、非常に大きな影響力を自分自身に対して持っている。それは例えばセルフイメージもそうですね。によって、その自分が経験してきたことによっことを通じて形成されてきたセルフイメージ。例えば、トレードで毎回大事なところで、その失敗をして負けてしまう。 ことをやっている。そういうセリフイメージが自分の中で植え付けられているってことですね。だから、次の判断も、それその,そのセリフイメージに従ってやってしまう。例えばえ、前回も失敗したから今回も失敗する気がするとか、なんか自分にはやっぱできない気がするな。前も失敗したしな、とか、そういった過去に影響を受けている状態ですね。過去に影響を受けていたら、その今まで全く選択してこなかった、 新しい選択肢っていうのを選べなくなってしまうんですね。それはだって今までの過去のパターンの外にあるものだからです。自分の見えてる視点、自分の今の価値観、自分が今いるフィールドの外にある選択肢っていうのは,やはり選べないんですね。非常にそれはハードルが高いものになってしまう。あとは過去の自分の過去これまでやってきたやり方、学んだ知識、そしてそれを学ぶまでかけてきた時間、労力、お金、そういったものに対する執着ですね。 今更やり方を変えたくないこれだけ時間とお金をつぎ込んできたんだからとかそういった、えー、無意識の執着ですね自分では執着だと思ってないんだけどでも執着になってしまってそういった自分では気づかない、えー、執着普通に生きているとなかなかそういったものは気づかないわけですねあとはそのまあ、ちょっと違う視点で言ったら親から受けている影響っていうのももちろんあるんですよ例えば小さい幼少期の頃に自分が無意識のうちに インストールしてしてまった親の考え方方生き方ですよねでこれってよくある話で例えばその親の思考とか価値観とか生き,生き方考え方っていうのは無意識に子供に移っていきますで例えばよくある話ではその親がクレーマーだと実は子供ももクレーマーっていう率は非常に高かったりするらしいんですよあとはその怒り方が親にすごい似てる例えばお父さんが非常にこう寡黙な人なんだけど たまりにたまるといきなりブチギレるとかっていうお父さんだった場合、子供も同じような怒り方をするんです。普段はなかなか怒らないで我慢するんです。我慢して我慢して我慢してて、たまったらバーンと爆発して、いきなりもうなんか別人になった頃に怒ったりとかっていう風にその怒り方が似るとか、あとは怒ったら急に無口になる。実は親がそうだったから子もそうだっていうケースですね。あとはその親が何回も離婚してきてる人っていうのは、 子供も離婚が非常に多かったりします。多かったりします。つまり親がですね、子供のそのひな形になってるっていう、それが大人になってもそのパターンを引き継いでしまってるっていうケースは非常に多いですね。で、そういったものがあ自分の無意識のうちに自分の判断に影響を与えてるということですね。そうやって過去積み重ねてきた、えー、判断基準、価値観っていうのが 邪魔をしているっていうことですね。過去が非常に邪魔をしているから、えー、この新しいこの選択肢を選んだらいけるって分かってるのに選べないっていうことになってしまうんですよ。でこういった無意識の自分のパターンっていうのはどういう時に発動するかっていうと自分の IQ が下がった時なんですね。まあ、違う言い方をしたらエネルギーが下がって冷静な状態ではなくなった時、まあ、あの動物脳が発動した時ですね。 動物脳が発動してる時っていうのは IQ が下がった時ですね。で、サバイバルモードになってしまった時なんですけども。で、でどういう時にそうなるかっていうと、まあ、いわゆる本番環境です。トレードって言ったら本番環境の時ですね。デモではなかなかそういうことにはならない。なんでかっていうと、ミスっても何も失うものがないからです。で、そういった制限がないから。お金の制限とか、時間の制限とか、そういったものが一切ないから、ストレスがそもそもかかりようがないんですよ。デモだと。だから IQ が下がらないんで、 あのなんかうまくいくんですね。でも本番環境で緊張状態で選択を迫られ焦ったり力んじゃうと、えー、過去のパターンを採用してくるんです人って無意識のうちに。で、それを選んでしまう。それを基準に選んで、あその選択を選んでしまう。だから毎回何かわかんないんだけど気づいたら毎回間違った選択を繰り返していってドツボにはまって同じ負けパターンを繰り返すということになります。で、じゃあどうするか。 っていうと、いよいよここでトレード日記っていうものが役立ってくるんですね。で、そういった自分の、えー、ついついやってしまうパターン、負けパターンっていうのはもう無意識にやっちゃってるんですよ。人は。だから例えば、その例えば恋愛で相手をダメ男にしてしまうっていう負けパターンを繰り返す女性は、毎回付き合うたびにそうなっちゃうんですね。その自分では気づかないうちに。あとはなんか離婚する人っていうのは、毎回気づいたら離婚してしまうっていう。 それを意識しててやってるわけではないんですよ。気づいたらそうなっちゃうっていうのは何でかっていうと自分が無意識のうちにそういう選択を取り続けてるからそうなるっていうことですねだからそうしないためにはそうなるきっかけとなる選択とは違う新しい選択肢を選ばなきゃいけないっていうことなんですよそのためにはまず自分がついついやってしまうその癖ですね IQ が特に下がった時その自分がついつい選んでしまう選択肢負けパターンの流れ トリガーっていうものを、そういったきっかけを、まずトレード日記で記録していくことからやっていきます。ここが実はトレード日記の一番大事なポイントなんですよ。例えば、すごい細かい話で言ったら、3回連続自分は勝つと、なんか何やっても勝てる気がすると。して、次のトレードが非常に適当になってしまう。それまでのトレードとは全く別物のトレードをしてしまう。なんかもう適当に、えいやで、なんか上がりそうポンって入ってしまって、それで全部失うみたいな。3回分の価値を全部失う。 これつまり天狗になってるってことですね。天狗になってしまう癖があるっていう。なんかちょっと順調になるとすぐ調子に乗ってしまう負けパターンを持ってるってことなんですよ。っていうことは、あ、自分はそういう癖があるなっていう、冷静、例えばその日のトレードを終えて、冷静になって振り返った時に、あ、それやっちゃったなって言ったら、それをまずトレード日記に書くんです。ちゃんと言語化する。文字化するってことですね。その自分の無意識のパターンを文字化する、言語化する。 あとは例えば、損切りになった後、なんか無きになって、気づいたらロットを上げてたとか、トレード回数すごい増えてたとか、そういったこともよくあることですね。あとは例えば、利益が出てても、それで終わったらいいのに、相場がすごい動いてると、もったいないっていう感覚になってしまう。やらないともったいないっていう感覚になってしまって、ついつい、なんだろうな、無目的にトレードしてしまい、負けちゃうとか、あとは損切りポイントが来たら、なんかずらしちゃうとか。<laughs> えー、とにかく待てない待ったなきゃいけないって分かってるとにかく待てないで本当に待てなかった時に自分が負けパターンにはまるその利益を飛ばしてしまうとかっていうところに繋がっちゃうとかっていうふうに自分の負けパターンの流れとかそれを起こすトリガーきっかけですよねそういったものをしっかりとその洗い出していってとにかく記録していってほしいんですねどどののトリガーがとかそのどの 一番負けパターンの流れが一番大きなダメージにつながっているのかをまあランキングしていくような感じです。ランキングをしていくんですね。で、こういうふうにその自分の無意識の負けパターンをまずは意識化していくこと、この無意識を意識化するのがトレード日記の,この秘伝中の秘伝なんですよ。トレード日記のもう隠された秘密みたいなもんですよ。これをやるだけでも変わる人もいます。これだけでトレード上手くなる。もう洗い出しただけでトレード上手くなる人いるんですよ。 それだけこれを意識化すること文字化すること言語化することっていうのは大きな意味を持っているってことです客観視するってことですねで次にですね今度はその自分の負けパターンとかそれが発動するトリガーや条件が分かってきたら今度はそれが起きた時次にそれが来た時に取るべき新しい選択肢を決めておくってことです例えばさっき言った3連勝したら自分は天狗になっすぐ天狗になってしまうっていうそのトリガー負けパターンにはまるトリガー に気づいたらまずそうなった時ですねあ自分今調子に乗り始めてる天狗になり始めてるって自分で分か,分かるようになるじゃないですかそれを客観視することができるようになったそしたらその時に今までだったらもっとやっちゃえっていう選択をしてたわけですねそれでその選択を取るがゆえに、ー、結論負けてしまうっていう結果が出てしまうじゃあそこで新しい選択を取らなきゃいけないわけじゃないですかってなった時にその選択を決めておくっていうことですじゃあどうするかっていうと例えばこれほんと事例ですけども そういう感情になってる自分、そういう気分になってる自分に気づいたら、もうパソコンの電源をすぐ切る。切って出かけるとか、寝るとか、家族がいる方は奥さんと、例えばなんかお話をするとか、子供がいる人だったら子供と遊ぶとか、そこでその執着ですね、の糸、パイプを瞬時に断ち切るイメージです。パンってもう自分で切るんです。切って違うところにフォーカスを移す。でそうやって 新しい習慣。こういう感情になったら、こういう行動を取る。こういう刺激が来たら、こういう行動、選択を取る。っていう、その一年の流れを、新しい習慣を今度は体にインストールしていってほしいんですね。だから、自分が天狗になってるっていう風に気づいたら、パソコンを閉じるっていう新しい回路を作るような感じ。新しい習慣をインストールしていく。それができたら、今までの自分が過去から受けてた影響から、 抜けられたっていうことなんですよ。新しい自分を作れたっていうことになるんですね。で、こうやって新しい自分の反応パターンが増えていったら、絶対トレードの結果変わってくるんですよ。その負けパターンを減らしていく、削いでいく、マイナスからゼロ化していくっていうような感じですね。っていうことなんですよ。で、あの、この、この時に大事になってくるのが、その、自分のね、その無意識の判断基準とか全部含めて、トレード日記に書いていく時もそうだし、えー、書き終わって今度はじゃあ、 えー、ある程度ランキングもして自分がやってしまう3大負けパターンとか分かってきてじゃあ次にそれが再現された時に新しい選択肢を取ろうってなるわけじゃないですかその時にとにかく自分のその状態変化違和感とかにとにかく敏感になってほしいんですねなんか違ういつもと違うなっていうその違和感言葉にできない現象化する前の感覚っていうのにすごい敏感になっていただきたいんですよでこの段階で 流れを変えておくことが大事ですつまりその無なんか違和感が減少化して実際に自分が間違った選択を取ってしまうというその減少化ですよねっていうところに行く前無形の段階のうちに潰しておくってことが大事ですあなんか違うなおかしいなって思った時にもうパンと切り替えれる軌道修正できるってことですね無形のうちに軌道修正できるってことですでこれはまあ非常に東洋医学的なアプローチでその東洋医学っていうのはその病気が減少化する前に しし、えー、しななないいよよううううにてておきましょうっていうような考え方なんですよだ予防、予防みたいな感じですね。なんかおかしくなり始めてる時にもう先にとにかくよく治して、えー、病気にならないようにしようってことです。で、西洋としかというと、西洋医学っていうのは減少化、病気になってからその部分に対処する感じですね。例えば、がんになってしまったらそのがんを切り取ってどうにかしようとする。部分対処みたいな感じです。東洋医学はどしとしかっていうと、全体。 対処みたいな全体最適みたいな。常に全体が循環している状態を作るような感じですね。このトレード日記っていうのは東洋医学的なアプローチでやってみてほしいんですよ。こういうふうにして、その自分の負けパターンを記録していってで、それを今度はその負けパターンが発動しそうな時に違う選択肢を採用するっていうのを繰り返していって、新しい習慣を自分の中にインストールしていって、負けパターンがどんどん減っていったら、必ずプラスが残るようになっていくんですよ、自然と。 その勝てるようになるっていうかは、その負けが減ってプラスが残るようになるっていう感じですね。悪い部分だけが削がれていくっていう感じです。そしたら絶対トレード上手くなるんですね。で、これをやっていったら、実はトレードだけじゃなく、人生そのものが本当にいい方向に変わっていくんですよ。自分の負けパターンが分かってくるので、トレード以外でもやってしまうわけですよ、負けパターンって。だからトレード以外でもそういう負けパターンから抜け出すことができたら、例えば仕事とか家庭の問題とか、あの、例えば、 ね、結婚とか、その恋愛とか、勉強とか、仕事とか、その、もういろんなところで、えー、実は、その、プラスの方に流れが傾いて、あの、いい方向に流れができていくっていうことですね。なんでかっていうと、これまでと違ういい選択、正しい、ある意味の、自分にとっての正しい選択を選べるようになるからです。で、こういうふうにして、そのトレード日記を、もう、自分の人生そのものを変えるような、もう、そんぐらいのスケールで書いたら、もう、本当あの、自動的に、 トレードっていう一ジャンルも絶対良くなっていくっていうことですね。